町を焼いて人殺しをした奴らが管区から逃げたんだ。一人はこのひげ面の男なんだ。網走から出たばかりの二人の企業者を海の中に叩き殺し逃げた。それから奴はどこ行ったのか。私の切な人ね。俺がけ。ねえ、なんてな。犬がタクチウムや。私は函館警察の海坂注文です。実は訪ねる人があってな。気がつきませんでしたな。千鶴のところへ上がった客がそうなんです。部屋行っちゃ流したのかしら。杉戸八重さんだね。私嘘をしゃべりませんよ。男さを体で知る術を知ってます。君たち銭を使うだけが能じゃないんだぜ。誰かが見ているはずだ。誰かが。犬飼さんに違いないわ。私タロリーです。じゃああんたに会った記憶が思えへんな。言わせてもらえないなんて。私は何のために生きてきたのか。私を軽蔑したでしょ。でも私には分かる。何の証拠あったんだ。